プロタゴという名前でやらせていただいてるんですけれども、ラテン語で繁殖する、育てる、広がっていく、増殖するっていう、英語で言うミームみたいな意味があるんですけれども、服っていうものがその見た目としてかっこいいよねっていうところで、まあ、こう他の人に影響を与えて歴史を通じて広がっていくっていうものが、まあ、個人的に古着を通して一番面白いモードではできないというか、あえてモードではなくて古着をやる理由としてそこが一番面白いところだなと思ったので、まあ、そういった決意も込めてプロタゴっていう名前でやらせていただいてます。まあ、アメリカからまあユーロに至るまで、まあ、ちゃんとこう名前がついている古着というか、ヴィンテージって言われるようなものだったり、あるいは年数が80年代90年代だったとしてもちゃんといいなと思えるものを前提として入れているっていう感じですね。あとそれ以外でも、まあ、モードだったり、あとはまあオールドギャップとかオールドネイビーとかに限るんですけど、まあ、そういったちょっと元ファストファッションみたいなブランドも入れてる場合もあったりしますね。すごく簡単に言うと、まあ、僕が学生としてなんですけれども、他の古着屋さんで働かせていただいて、で、まあ、その経歴を知った、まあ、その先輩だったり、あと友人だったりっていうのが、まあ、一緒にやってみようよっていうことで最初始めたっていう感じですね。服の文化の中でも過去の歴史だったり、あるいはその服の中に思想を込めて着ていた人たちだったりっていう方の服にこう影響を受けてほしいっていう思いもあるので、やっぱ前提として、例えば70年代のパンクスだけですとか、ヒッピーだけですとか、あるいは90年代のフーリガンだけですとかっていうふうに限定はしてないんですけれども、どこかにそれまでのユースカルチャーの香り、古着文化の中でこう練り上げられてきたカルチャーの香りが感じられるようなアイテムをピックすることは意識してセレクトしてますね。服に求めるものが大きい方がやっぱり多いですね、本当に。ただ自分のこう身を着飾るものとしてかっこいいものがいいねっていうだけじゃなくて、まあ、その理解の度合いだったり考え方の違いっていうのは当然差があるんですけれども、もっとあるでしょ服っていう、もっと面白いでしょっていうところを求めに、わざわざそうですね、登ってきて、入りづらい店内ですけど入ってきてくださるお客さんが多いなっていうふうには感じますね。古着屋としてやっていく上で、こう売れるものだけをピックしないようにしてますね。それこそ例えばですけど、今古着業界でも、まあモードの世界でもほとんどそうだと思うんですけど、オーバーサイズのものの方が比較的売れ行きがいいっていう時代ですけど、当然70年代80年代あの UK のそのストリートカルチャー、例えばフーリガンだったりっていうようなところを意識すると、まあちっちゃめのトップスだったり、あるいはちっちゃめのパンツだったりっていうものをこう意識してピックする必要があって、で実際そこがお客さんに売れ行きがいいかといったら、まあ必ずしもそんなことはないんですけど、そういった感じでこういろんな方に絶対に届くように、文化的背景を備えたしっかりとした古着を届けるってことを意識してやってるので、まあ、そこの部分のセレクトに関してはかなり自信がありますね。やっぱりそうですね、ミリタリーの近年ものとかは入荷しても売れ行きがすごいいいなっていう印象で、まあ、例えばユースアーミーのジムトレーニングパンツって言われるものなんですけど、ナイロンで、でまあカニウエスとか着用したとかしてないとかっていうので人気になってもしてるんですけど、同じミリタリーでもこうちょっと感度がいい人が好きだなっていうアイテムが多かったり、あとはその60年代のシャツ、レイオンだったりボックスシルエットだったりっていう風な古着結構好きじゃないとそこにはまあたどり着かないよなっていうところをしっかり買われていくお客さんが多いなっていう印象ですね。とにかくその人の内面というか深層心理っていうか、結局服に何求めてるのかって人によって全然違うんで、そこが知りたいなっていうのを思いながら、それを探って、でその余地に服が入り込めるように接客を僕はしてますね、意識して。例えばなんですけど、早い話でこう女の子にモテたいっていう子であれば、それこそそのちゃんと今若い子が古着屋に買いに来るような感じの子がとか、まあ当然その子も服も見てですけど、こうちゃんと人気だなっていうアイテムだったりを意識しておすすめしたりだとか、あと逆にこうもうニルバーナがすごい好きでみたいな、グランジファッション最近ハマって古着着てるんですよっていうような子だったら、その子のこうグランジファッションとかに音楽が好きっていうのがどの具合なのかっていう、音楽5、服5なのか、音楽7、服3なのかみたいなところに見極めて、で服がもうちょっと好きなんだったら、じゃあこっちの線も逸れてみたらみたいな、例えばグランジファッション好きだったら多分モードも通れるはずで、
マルジラとかもいけるはずなんですよ。じゃあなんで君は逆に古着を選んだのっていう、その自分の中でのこう問いみたいなものを生み出せるというか掘り起こせる、そういう接客を意識してやってたりしますね。どうしても絶対に自分がお店やってなかったらこの子と話すことなかっただろうなっていうこと、お話ができて、でやっぱり会話の考え方とかってどうしても同質的になっちゃうんですよね。自分のこう友達だったり、大学のそれこそコミュニティだったり、地元の友達だったりってなると、こう考え方みんなに通ってきちゃって、まあそれは同じ時間過ごしてるからってもあるんですけど、逆に服でももう全然考え方違って、音楽の聴き方も全然違ってっていうようなことを、そのお店があるから知り合えたっていうのはすごい大きいなっていうふうに思いますね。あとは逆にこのお店をきっかけにして服をすごい好きになってくれる子だったり、そういう子がこうそれこそ古着屋に就職しますっていう風に言ってくれたりとかっていうのを聞くと、なんか良かったのかなと思う反面、すごい自分がやったことがこの子のその行動のきっかけになってるんだなと思ったら、なんか誇らしいというか、いいことしたなっていうか、そういう風な気になることはありますね。まあ今古着といったら下北沢か高円寺で、ちょっとおしゃれな人たちというか、人多いよねっていう感じの人たちは中目黒にいたり祐天寺に行ったりっていう時代だと思うんですけど、まあ、僕自身がその古着、アメリカ古着が好きっていうのもあって、やっぱり古着文化の発祥って本来原宿であったはずで、で、まあ、古着っていうか結局、まあ、モードが好きな子だったり、その周りの子だったりからしたら意外とええと思うかも分かんないんですけど、多分日本人着てる服を好きな人そうでない人問わず、着てる服の9割以上アメリカがベースの服なんですよね。それ電車とか見ててすごい思うんですけど、日本でやっぱその文化がこう浸透していったので、まあ、当然日本が敗戦してっていう流れもあるんですけど、それをもう一回こうかっこよく練り上げようよってやったのはバン、アイビーファッションからの渋カジっていう流れ で80年代こう渋谷でそういう服を着て、でそこから裏腹っていう流れで、やっぱり練り上げられてきたのってアメリカの文化 でその中心だったのがやっぱ渋谷原宿だったっていうことを思った時に、僕そこから古着を切り離すっていうのはちょっとこう違うんじゃないかなっていうか、だから土地の性質っていうんですかね、別に古着だけを好きになってほしくはないし、古着を好きでいながらそのご飯もこうちゃんとしたものをテイストして、で音楽もちゃんとしたものを聴いてっていう感じで育っていってもらう欲しいなってことを考えた時に、やっぱりいろんなものがある街の方がいいなっていうのは思ってて、でそういう意味で原宿ってファッションの街って言われるんですけど、全然そのレコード屋さんだったり、あとはその渋谷まで歩いていくこのキャットストリートって立地もそうなんですけど、渋谷原宿っていう街の単位で考えた時に、やっぱ渋谷区っていうところでやる意味あるのかなっていうふうには個人的には思ってますね。もともと服を好きになったきっかけ自体がその音楽がすごい好きで、でまあその高校中学からずっとこう US の洋楽を聴き続けて、まあ、ロックなんですけど、でやっぱり80年代のポストハードコアとか、ハードコアって言われるようなフガジだったり、ちょっと前の話になっちゃうんですけど、以降のそのオルタナティブの流れがやっぱりすごい好きで、その中で、まあ、あの高校1年ぐらいの時にオーストラリアに行って、ネバーマインドがあのボルマートに売ってて、でそれを買って聞いたのがきっかけで、もうグランジファッションとかにもハマっちゃって、でこんな感じの人間なんで、グランジファッションだから古着買って寝るシャツモヘア着て一緒っていうのはなんか当時ちょっと嫌で、むしろもうちょっとこう古着と似たようなもっとかっこいい服ないかなみたいな感じで思ってた時に、まあ、すごいマルジェラとか、まあ、いわゆるアントワープ系みたいなものが個人的にもすごい好きで、で大学で東京に来たんですけど、その頃からもそっちの古着を結構買う時期もあって、でいろいろこう物を買いに行ってた時に、なんか自分が見てた古着ってこう自分がこう古着と思ってたものと全然違ったんだなっていうか、いや古着って格があるっすよね。いい古着悪い古着っていうか、当然こう商売にしなきゃわからないような細かい差もあるんですけど、やっぱりアイテム自体見てこれって大したことねえなってものだったり、そうじゃないなってものだったりっていうのに気づいて、でそこから結局いろいろ古着が好きになったってもあって、古着屋で働きたいなと思ってアメリカ古着屋に入ってっていうのもあって、
て、古着って他のカルチャーに接続するっていう意味ではすごい優秀なツールだなと思ってて、まあ、僕がその音楽が好きで古着に入ったってのもありますけど、お客さんだったりあとこう古着が好きな友人だったり同僚だったりっていうのを聞いてても、古着をむしろきっかけにしてそのこの頃のカルチャーだったりこういう映画を見ただったりあとはこういう音楽が聴くようになっただったりっていう風な、そのカルチャーとの接続がすごい強いなと思ってて、で、まあ、個人的な話にもなるんですけど、僕がまあ音楽がなければ服がなかったっていう風な入りだったっていうのもあって、なんかもっとユースカルチャー自体がどんどんつながっていかなきゃいけないよなっていうふうにすごい思うんですね。で、いい音楽聴いてなきゃいいこと考えられないよなって思ってたり、いい服着てなきゃいい暮らしできないよな、多分あの服好きな方だったら思うと思うんですけど、それぐらいその身体的なこう面白さ、特に若い人たちで共有すべきそういう面白さっていうものがどん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 別のものに流れていってるっていうか、飯が好きな人は飯めちゃめちゃ食うし、服好きな人は服めちゃめちゃ買うし、で音楽好きでちゃんとした DJ バーみたいなところに踊りに行くような人はそれだけだしっていう感じで、どん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 カルチャーが個人化されちゃってるっていうか、俺はこれ好きでお前はこれ好きでだからいいよねみたいな、それってもったいないなっていうか、その SNS とか広まっちゃったせいっていうのもあるんですけど、逆に悪い意味で、やっぱりなんかそのぐらいのなんて言うんだろうな、圧持っとくべきだなっていうか、なんかお前それも聞いてねえのみたいな、逆にまあ服とかでもお前そんなの着てんのみたいな、そういうこういい意味での同調圧力みたいなものが全部をちゃんと楽しめる若者を作っていくきっかけになってたんだろうなってことを思った時に、その古着って面白くて、そうなんですよね、特にアメリカ古着って本当にこの裏のライナーの色がこれだとか、あとはそのミリタリーとかなんですけど、このモデルだけステッチが縦に入ってるから他のモデルで1万円高いとか、あとこのモデルは穴が1個多いから名前高いとかっていう風な、本当そのマニアのすっごい細かいところで価値が変わるぐらい、なんて言うんだろうな、うんちが強い業界で、そういうところを経験したからこそ、すごいなんかそういう昔のこう悪き良きっていうんですかね、そういう文化が残ってるなと思ってて、そういうところが好きになったきっかけだったり、やりたいなと思ったきっかけだったりっていうのとすごいつながってますね。今目標で言うとイベントを打ってて、その基本的に音楽だったりあとは C 社だったり別のカルチャー、特にまだその色がついてなかったり、こう自分たちが文脈を乗っ取ることができるだろうみたいなイベントを意識して行っていて、でまあ割と評判も良かったりするんですけど、そんな感じでこう古着っていうものを服の世界だったり、あるいは古着の世界だったり、そういうところにとどめ置きたくないっていうのが一番大きくて、だから規模を大きくするとかっていうのは当然考えられたらいいなっていうか、そういうふうには思ってはいるんですけど、今自分たちが意識してるのはどっちか言うと他の分野、あるいはそういう広がり方っていうのはどうやったらできるだろうなってことを意識しながら、自分たちも行動もちろんしてますし、それに対して意識しながら物を売ったりしてますっていう感じですね。本当に今喋ってて こんな感じの雰囲気で、置いてるものがもちろんこう何年代の何で、ライナーがこうで、でバックポケットのステッチが1本だからこれは何年代の何でとかっていう知識は蓄えてはいますけど、なんかそれが逆にないと入れないとか全然なくて、本当になんか上下ユニクロスみたいな方にむしろ来てほしいみたいな、そういう方にどうやって古着って面白いな、服って面白いなと思ってもらえるかっていうのはぶっちゃけ僕らの実力勝負っていうところだと思うんで、本当にどんな方でも来てほしいなと思ってます。当然服が好きな人、ユーロが好きな人でも、ミリタリーが好きな人でも、ヴィンテージが好きな人でも、モードが好きな人でも、お話したいなとかって思ってもらえた時に、ちょっと気軽に入って気軽に話してみて、あこいつ面白いなと思ってもらえたらなっていうぐらいの気楽な感じでやってるんで、皆さんぜひよかったらお願いします。